はい、こんにちは、竹下敦です。こちら、ESP 製ゴールドトップレスポールエレクサー原子用レポート2日目です。弦の方はね、1046、エレクサーでいうライトゲージを、貼っております。音の方はね、こんな感じです。ちょっと聞いてみてください。今回はね、ズーム社の G3N で、クリアなんですが、ちょっとね、こう音が豊かになる感じのプリセットを使ってみました。はい、こんな感じですね。ですかね。でね、この、RC ブースターなんですが、ゲインを上げていくとね、ちょっとオーバードライブの、ゲインと一緒でね、歪み成分が増します。はい、今40だったのを思い切って70までいってみようかな。で、今70にしてみました。70にするとね、こんな感じですね。だいぶ変わるでしょ。これはね、使いやすいですね。で、今ちょっと低域が足りなかったように感じたんで、低域バスね、を48だったのを思い切って70にしてみようかな。ちょっと70にしてみました。この音が、低域が豊かになるかな。これをプリセットすると、すぐに呼び出せるようになるわけですね。これはいいな。とっても気に入ってます。ESP 製、ゴールドトップレスポール、エレクサーで使用レポート2日目でした。それではね、また次の動画でお会いしましょう。See you soon です。